はい、皆さんこんにちは、ジジイのアウトドアチャンネルです。はい、先ほどね料理で使ってた、焚き火台、はい、それがねこの2つになります。はい、秋もね深まってきたんでね、落ち葉とかね枯れ木とかね、はい、そこら中に転がってるんで、はい、はい、自身の家の周辺だけは分かりませんけど、はい、それを使ってね、焚き火台を比べてみました。まずね、どちらを先に開封しようかいうことでね、少し悩んだんですけどもね、最近チタンに凝ってるんで、はい、チタンの方から開けていきます。チタンウッドストーブ、折りたたみ焚き火台。重量の方がね204で、ケースを入れて 223g かな。はい、燃料の方がね枯葉とか、小枝ね、それを使う設定になっているので、調理の方もね簡単にできます。はい、ソロツーリング、バイクだけじゃなくしてね、自転車でもね十分運べるぐらいのサイズで、重さなんでね、はい、めちゃくちゃ重宝するんじゃないかなと思います。はい、組み立ての方もすごく簡単になりました。以前みたいにね、はめてる最中に、ずれてきたりねいうことがなくなったんで、はい、ちょっとアップしますね。はい、この部分ですが、ここにね出っ張りがあることによって、はい、こんな感じでね振っても外れません。順番にね部品をはめていきさえすれば、はい、こんな感じでね、はい、以前はねはめてる最中に、あ、こっち外れてもた、はい、はまったもた、また反対外れたってね、はい、そんなことがなくなったんでね、3分か5分、それぐらいでね組み立てが完了します。最後はね上に十字の、ごとくね、はい、これでチタン焚き火台が完成いうことですわ。続いて同じく、焚き火台ね、はい、こちらの方はねステンレス製のネイチャーストーブ風になってます。二重構造になってるので、400g ぐらいなんかな。はい、二次燃焼いうて、生ガスなんかをねもっぺん温めた空気を上に上げて炎に変えるいう、なんかね難しいこと難しいかどうか分かりませんけど、はい、書いてたんでね。今ちょうどね入れてるのがすす受け、はい、上にねかぶせて、かぶせて、でもう一つごとく部分をね、はい、かぶせるだけなんでね、組み立てはね 1,2 分でできるのかな。はい、ただねこちらのタイプは薪を入れる場合、大きめのクッカー入れたらねちょっと斜めにね入れなければいけないいう感じなのかな。はい、先ほどのチタン製のやつは正面からね薪とか入れるんですけども、はい、その部分ね若干使いにくいかなってね思ってるんですけども、しかしねそのススとかがねあちこちにこんな感じでね、はい、こぼれないんでね、どちらがいいかないうことなんですけども、はい、これねこういうふうに火を見ながらね、はい、薪を入れていくいうのも楽しいし、どっちなんやろ。先ほどね言ってた二次燃焼いうのがね、はい、こんな感じです。効率よくね燃えてるいう感じしますね。いかがでしたか？参考になりました？次回もよろしく。はい、最後にね使い終わった感想なんですけども、ちょっとね底の部分が歪んでます。はい、これはね全然許容範囲なんてね問題ありません。それとね横の壁ね4枚ともね全然歪んでませんわ。はい、色だけが綺麗にね青くなった、はい、そんな感じのチタン製になりました。
それともう一つね、はい、こちらの方もね、はい、色がついただけで歪むこともなくね、まあ二重構造になってるから余計しっかりしてるのかな。はい、あとはね使う用途によるんですけども、あのツーリングとかね、ソロキャンプとか、自転車とかね、そんなんでね選んでもらったらいいわけなんで、まあね一長一短、個人個人考え方があるんでね、はい、どちらがいいかいうのもねなかなか決めがたいんですけども、あまあジジイとしてはどっちなんやろ、はい、考えておきますわ。